皆さんこんばんみ、スマホ配信者のグズでございますと。今回ね、SD ガンダムワールドヒーローズより、サスケデルタガンダムの方を、開封だけしたいと思います。サスケデルタガンダム。かっこいい。さっきから箱の横見せてないもん。こんな感じですね。わ、かっこいいね。横にね、キツネ面が被ってんのよ。キツネモードに変形できるギーツか。こんな感じっすね。じゃあ、見てみろやと。よいしょと。ああ、すげえ、綺麗。早速、クリアのね、水色ってね、青のね、ブルーのクリアパーツと、グレーの成形色ですね。いつも通り。それと、あ、シールも割と少なめ。いや、多いのかな。少なめで、うん。ちょっと貼りにくそうな感じするけど、だいたいグレーなのかな。グレーと黒、あ、そうやね。忍者やから。あ、すごい。黒で、割と石、今回あんま色分けないんだな。感じっすね。で、説明書が、サスケデルタガンダム、信長ガンダムエピオンの腹心、武者ワールドの統一を目指す、信長の力に惚れ込んでおり、常に行動を共にしている。破天荒な信長と比べると、常識人であり、陰ながら主人のフォローをこなしている。忍びの術が達者で、変装や狐への変化を得意とする。あ、かっこいいね。割と、なんやろ。なんか今までちゃう感じが。お目みたいにつけてねえな。後ろにでっかい手裏剣がついてるって。で、爪の黒も使うことができる。すごい、刀も使うんだね。朝やもあんのか、今回。あ、すげえ。で、キツネモードに変身することができる。多分、組み替えやね。漫画はこんな感じで、バキバキってなってるけどね。で、こんな感じですね。いつも通りですね。各サイドにね、頭とか腕とかを組むとこがあって、真ん中にね、全部の組み立てがあります。で、右の方に、右の端に、こうやって、ギミックの紹介とかが、ごめん、こっちが、あります。武器の付け方、ギミックの紹介。変身仕方やね、キツネの。変身仕方とか。裏は大体ね、カラーになってるんですよね。あ、結構稼働するんだね。うん、こういう風に遊んでねっていう。おー、いいね。変形ギミックあんのいいね。ガシガシ遊んでる。元からね、動くんですけども、割と可動域が狭まれてる SD ガンダムの変形ギミック、果たしていけんだろうかっていう。サスケ、デルタガンダム。かっこいいね。割とこっそりで、爪が特徴なのかな。屋内とかもついてんだね。でもこれは武器じゃなくて、あれかな。ついてるだけかな。いいね。ほうほうほう。今回ね、以上ですね。SD ガンダムワールドヒーローズより、サスケデルタガンダムをね、紹介しました。この辺はね、割と安いんで、うん、皆さん早く買ってみてください。意外とね、今まで作ってきたけど、割とね、ガシッとしてんのね。でもあんまりこう、ポーズをね、決めるの少ないんですけども、揃えてこう並べて、すだちで飾るのも結構かっこよい。なかなかね、作りやすくて、初心者にはいい商品ですので、皆さんね、SD ガンダムほんまに集めていって、ね、最初にプラモ作りたい人は、もう初心でやりたい人は、もう、SD ガンダムは、やっぱ最適な、プラモだと思います。作りやすいし、シールのね、貼り方とかね、あとガンダムマーカーとかも、まあ、使ったりで、ちょっと勉強になる商品でもありますので、皆さんやってみてください。今回は以上です。グーでした。また見てな。じゃあね、バイミー。